何が禁止？あの海水浴。個人で責任取ってくれっていうやり方なんだよ。で自分たちでソーシャルディスタンス、エチケット。ルールとかそういうのはもう OK なのよ。無理っすよ。無理。もう基本はあと 2,3 年続くかもしれない話をその今楽しまうことによって若い自分たちを損して、で大人になった時に後悔すると思うし。あえー、始まりますスピチューブ、今日は福山の人といえばもう本当にこの、海岸渋川海水浴場なんですけど、合流した時からもう顔にねプラカードを貼り付けてるかのように、なんでおる？そうなんでいるんだろう。大体全部禁止って書いてるんですよ、うん、大丈夫かなコロナ、うん、まあ言うて僕らもおるんですけど、うん、いや彼がずっと訴えかけてきて僕に、うん、なぜどうなってんの、うん、行くぞと、うん、この時期にね、禁止、市まで確認したんですよ。僕が6月ぐらいに、その、多摩の観光協会かな。で、あと、多摩の市役所に連絡したんですけど、今年はやらないと。まあ、やらないという形になったんですけど、要は市が関与しないと。そういうこと？関与しないんです。責任が取らないというか、もう自由にやってくださいと。あ、でもネットあるね。サメよけネット。あ、一応あるですね。はい。ってことは泳いでもいいってことなんですか？うん。まあちょっとそれも含めちょっと、取材をお願いします。はい。日本人じゃない人は水着になってくれるんですね。みんなレイバー。ああ、でも、そんなめちゃめちゃ多いってわけじゃないですよね。うん、コロナで禁止ってなってたんですよ。何が禁止？あの海水浴場。海水浴場は開設はしてないだけで、個人で責任取ってくれっていうやり方なんだよ。で自分たちでソーシャルディスタンス、エチケット、アルコール消毒、やって遊びに来てるんですよ。だから僕のこの遊び方の責任は僕が取ります。そうです。だからみんな OK。 そうみんな OK。 はーい大丈夫なんですか？大丈夫だ。そうです。ディスタンス予想して予想して。 YouTube 最高最高。ボールのとこにやつはおるな、ね、やつはちょっとどうなのかなと思ったり結局は自分で責任取れっていう言ってることとやってることがちゃいますね。うん。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ああ、いいですね。初海ですよ。うん。どうですか？イメージ？感覚は開けてる、うん。うん。思ったよりそんなに、うん、怒鳴るような感じはない。そうな。なんかもうちょっとああいう人たち。前半で出てきた人たちがいっぱいいろんなところでバーベキューしてて、まあ、もう注意しないといけないんかなみたいな意味してたんですけど、うん、みんなファミリーですね。ファミリーとの時間を大切にしてる、うん、警備員さんがライフガードの役割を果たしてるような。あのライフガードっていうのはあれですよね、ライフセーバーみたいな。そうだね。あのバーなんかあったら走って。そうそれはいないからイコール海水浴はやっぱダメなんだよ。そうだね。まあそこにお金を投資することができないっていう意味もあるかもしれない。そのこのご時世だから。なるほど、うんうん、それルールとかそういうのはもう OK なんですね、岡山人は。 OK っていうよりもうノリっすよね。ノリ。大丈夫。でも基本はルールはダメなんです。多分ダメですよね。マスクもしないし目的は何なんですか？やっぱこうやってみんなでバーッて集まった方が、向こうが駐車場とか応援言うたら俺もちょっとやめとくかとかなるんですけど。ああそうだね。結構中小空いとるじゃないですか、ガツガツ。ああ空いとるっすよね。大きい空いとるっしょ。どうぞって聞きとったりね。それをやったらもう俺は入ってしまう。そうだね。でもコロナが流行ってるからこそ自分たちがやれることがあると思うんですよ、やっぱ。なるほど。やっぱ気持ちもあるし、やっぱそのコロナじゃけって、でもあと 2,3 年続くかもしれない話をその今楽しまうことによって若い自分たちを損して、ああで大人になった時に後悔すると思うし。ああ
なんとさっきインタビューしとったグループの人たちが船が陸にそう先輩の船が上がったらしくてみんなで助け行くぞこれから救助してねこちらは浜の地です。どこに船が上がったの？浜の地の なんか大丈夫そうかな。に船は出航したようです。なんか人が集まって、そうですね、めっちゃ集まってるんですよ。だって岡山の人って優しいですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日暑かったね。今日はあの渋川海水浴場に来たということで、何人かねインタビュー、10人ぐらいはねしたんですけど、なかなかその正確な回答を言えるような方がおられなかったということで。怒り満々で来たんですけど、はい、なんかその辺のスーパーとかよりもね、まあちゃんと感覚もこう保っとったし、まあ一番最初に出てきた人がソーシャルディスタンスっていう。言いながらマスクも何もしてない人もいるから、長時間はちょっと危険かなとは思ったんですけど ね、あれからちょっとソーシャルディスタンスの方をノブが怒ったと、うん、いうことで、この画面で怒るとちょっといろいろと問題が出てくる。やっぱ乗せれない感じ。そうだからノブがしっかりとやめろと、言ったように忠告をね。で今日持ってきたマスクも渡したんですけど、その後は分からないと、はい、どっか行ったと、はい、うん、で何人かねちょっと質問をして、はい、してみました、はい、インタビューしてみました、はい、うん、はい、どうまあでも本当に遊びたいんだろうな。なんか地元の友達と久しぶりに会ったとか思ったかな。うん、若いっていいね、うん、そうね。だからその青春時代をこのコロナで潰されるのが嫌だという若い、うん、コロナだからこそ余計元気出さないとみたいなね、意見もすごく出てたんで、はい、うん、若い子の元気が。視聴者さんに一言ですか。コロナでちょっとね僕も出演が減ってましたけど、いろいろねこれからまた番組ともガンガン増えていくんで、回数増やして頑張ります。はい、コメントありがとうございます。はい、ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。